えそれではまずお名前と所属政党の方を教えてくださいはい東京都知事立候補者の澤茂美無所属ですなぜ立候補したのかを教えてくださいはい私には夢があるこの東京から人々が子どもたちがあふれかえりしかも元気な人たちのエネルギーがあふれかえってこの東京から日本がどんどん良くなっていくそういう未来を見ているからです実はですね私は 子供が今 3, 人おります3児の父ですが4人目の子供もこのように来てくれたんですねしかし心臓が止まって死んでしまいました、えー、それはですねコロナのワクチンを打ったその1週間後でしたこれはですねそ,のそれが悪いとか誰が悪いとかこれが悪いとかこうしとけばよかったとかそういう話をしたいんじゃないんです必ず最後はですね自分でやったことをこれは何でやったんですか はい私がそれ選びましたっていうのがこう特段のねこういろんな振りあきとかいろんな条件があの実質的にねえそういう条件があるがゆえにそ,のそれを飲まないといけないっていうようなそういう選択の自由がなくなるような世の中にだけは絶対してはいけないと大和民族がですね自分たちの意思で自分たちの未来をこのような未来を我々生きてるんだっていう未来を決めていけるようなそういう世の中にさらにしていきたいと思ったので私は。 国家公務員を退職してですね今回満を持してこの東京都知事に立候補いたしました今までの政治活動で最も力を得たことは何ですかはい私が今一番力を入れている政策について申し述べます子供も一人当たりに 100万円を毎年寄付します15歳以下の子供1人当たりだから3人子供がいればです、ね、300万円年収が300万円のご家庭があったら300万円3人子供がいたらプラスされて年収が600万円になるそうするとかなりね、心の余裕ができてきますよね実は年間に人口中絶されている方々はその12万人の子が人工中絶されているとその理由は様々ですがやはり経済的なものも大きい。 あるのですそういう時にですすそううい時にねあーせっかく今来てくれた深見さんがねこの鳥が今せっかくこのタイミングっていうふうに示してくれた時に産みたいのにねのパートナーとうまくやっていきたいのに様々なことが足かせとなって経済的理由とか心の余裕とかそのタイミングだとかそういったものが足かせとなって生まれてこないこれもったいない。なぜなぜらば我が国の この日本のこの東京を一番も盛り上げていく最大の施策こそは子どもがあふれ返ってどん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 増えていくこれはですね少子化対策なんていうそんな小さなことではないんですこの国の根幹に関わる、えー、これからの未来そういうものを描いた時に最もいい子最も価値のある投資先なんですその投資先に投資しなくてどうするんですか なので私は言い続けます子供一1人当たり100万円3人いれば300万円毎年給付し続けるね政策っていうのは受け継いでいかなきゃいけないんですそれをどんどん,どん,どん脈々と4年間以内に成果の出ることだけやっていてはいけないです10年、20年もっと言えば100年後の日本の東京の未来を考えて今何をするのか100年後、1000年後の未来にです、ね、なぜこんなに栄えてるんですかそれはあの100年前にこういうことが行われたからですそういったことを私はやっていくそういうい未来が見えているんです。はい 当選したら特にやりたい政策を3つ教えてくださいはい承知いたしました今ね申し述べた子どもがどんどん溢れかえる東京から溢れかえる政策が第一ですが第二に新東京経済圏構想です澤さんそんなにいっぱいお金を寄付して一体どこから財源を確保するんですかそれが新東京経済圏構想です投資して稼ぐ減税する東京一言で言うとですね例えば東京が100万円の借金をします そしてその借金を価値を提供してくれた誰かに渡すんですね。そしたらその人は百万円を手に入れてわあよかったってなるんですけど、その百万円がずっとそこに眠ってたらどうですか？東京都が百万円の借金をしたにもかかわらず GDP は百万円しか増えないんです。でもこのお金がもし回り続けたらどうですか？そうです。 東京都の仕事はお金をばらまくことではなくお金が回り続ける巡り続ける仕組みを作っていくことなんですじゃあどうやってやるんですか半減期付き貨幣制度です半減期っていうのはその価値が半分になる期間ですね例えば1ヶ月だとするとですね1ヶ月経つとその100万円が 50万円半分の50万円になって半分の50万円が羽根が生えて税務署に税金となって飛んでってしまうやだー税金、税金で飛んでしまうのやだと思うから皆さん1ヶ月以内にそれを使おうとするわけですね。そうしたらそれがさ最低でも皆さん使うわけですから、ね、年間に12回それが回り続けるわけです。そうしたら、ね 1か月ギリギリまで待ってそれ使うっていう場合もないわけですから年間にそれが20回とか100回とかその100万円が回り続けていくわけですそうしたらどうなりますか GDP は2000万円だ GDP は1億円だっていうふうになるんですたった100万円しか借金をしてないのに GDP は1億円になるそうしたら税収は上がりますか下がりますか上がるんですこうやってお金を回し続けるこれがね半減期が1か月のもの3か月のもの6か月のものいろいろ作ってその割合をどうするのかを調整していくことによってこの国この に東京からどん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 お金が回っていく新しい経済圏ができてくるんですさらにですね 天才この国を率いてくれるような天才たちを集めたギフテッド無料飛び級学校を東京から作るんですそういうふうにやって投資して子どもとか技術とかテクノロジーに投資して未来に富を得るそして今も、えー、お金をかけずにどん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 お金を回し続けるような仕組みを作ってこれこそが鎮東京経済圏構想だその他、えー、江戸城再建や水の都ベネチア構想は皆さんのみね周りにあるその川が綺麗だったらどうですかそういった施策を私のホームページの方で たくさん表示してますねぜひさわしげみで検索してくださいどうぞ他の候補にこれだけは負けないといったものを教えてくださいはいありがとうございます私の強みはですね私はこれまで24年間国家公務員として実務を積んでですねあのー、自衛隊の二刀売り草で体感いたしました その体調の経験がね、小隊長、中隊長といろんなところで体調をやったり、その災害派遣やそういったものにも強いです、どうやって部下を育てていくのか、どうやってみんなのやる気を引き出していくのか、そして国会対応や財務省予算要求、そういった経験もあります、国会の答弁、どうやって書いてあるのか、そういう実も通して得られた私の経験、知識、そして5年前に国家公務員を退職して、ですね今は民間外交をやってます、世界中いろんなところに年間3か月くらい海外にいて、外から日本を。 見る外から日本の良さや悪さ、えー、もっとこうしたらいいのにそういうのを見ていって一体どうしたらいいのかであのいろんな国のね行ってその大統領と例えば懇談したりその地域の、えー、キーマンとなるような日本人の方とですね懇談したりして、えー、知見を広めるとともにこの行動力、えー、退職してたった5年でですね映画のもういい多く携わってあのう 10本ほど携わっておりますけれども映画のプロデューサーとして、えー、国際映画祭で大賞にノミネート1本は受賞していたりそういった実績をこの5年の間でいろいろ残してそれはひとえに行動力なんです。私は この世から失敗という言葉をなくして、成功か失敗かじゃないんです。成功か段階的成功か。その階段のような段階的成功を登らずして、その成功にたどり着けたんですが、違うんです。すべての失敗という言葉を段階的成功に直すんです。そういったことが私は上手なんです。これが私の強みです。行動力、若さ、エネルギー、そしてこの知能。東京工業大学博士課程を出て人工知能の研究をやってました。これが私の強みです。どんな人に 自分に投票してほしいですかはいありがとうございます私はですねこの沢茂に投票してくれなんてそんなケチなことは言いませんなぜならばあなたが一番いいと思う人に投票してくださいそしてね必ず投票しに行ってくださいなぜ必ず投票しに行かなきゃいけないかそれはですね投票に行かないということは 必ず投票しに行く政党、組織的な票を持っている政党に投票している。あなたが投票しているということになってしまうんです。え、なんでですか実はですね、投票率が例えば50%ってことは、必ず投票しに行く人たちの人数っていうのは変わらないわけです。その人たちは必ず投票しに行きますから、その人たちの票の重みを実は2倍にしちゃってるんですね。だから、あなたが投票しに、ぜひね、行ってください。そして、ぜひですね、 あなたが今何か得をするからここから恩恵を受けてるからそこに投票するのではなく100年後1000年後の日本のその未来の子どもたちとか我々の作り上げた後の未来そこまでをもう今の自分未来の日本だというふうに捉えてですねその時に一体どうなってなきゃいけないのか今2025年どういうね大変なところに巻き込まれてるのかそれを一体どうやってこの先日本にこの人に担ってもらおうってそういうね人に投票して くださいっていうことを私は言ってます。つまり今得をするからではなく、未来の自分たちの子孫までをも自分だと捉えてですね、一体誰に投票するのかっていうのを考えて、ぜひその大切な一票を投じてください。私はそのように申し上げます。Yes。自分の都知事選におけるテーマソングとその理由があれば教えてください。はい、特にテーマソングはありませんが、

いらっしゃるんですけどまだ若い方っていうことで私は一つ教育子育てと教育こここそが最も注力すべき投資すべき対象だと思っていますただ読み書き能力があればいいんじゃないんです自己肯定感を持って一言で言えばみんなが目の前の相手を自分だと思って応援し合って共有し合って協力し合うようなそういうような子どもたちそれは一言で言うと 自己肯定感が高い自分には価値がある人間だって思いながら目の前の相手も自分だと思っているだからこそ協力しゃって応援できるわけですね。この応援と 目の前の前この肉体に閉じ込められている小さな小さな自分だけが自分だと思っている人ではなくその外で、えー、周りそうみんなが実は自分なんだ目の前の相手にいいものを渡していくんだなぜならば自分だからそういうようなマインドを持った教育これによって人々がそれぞれの本当の価値を手に入れていく。だから教育ししたたい内容としてははですねあなたは ね、例えばいじめられててわ私はこんなにちっちゃいんでなんだって思ってる人がいたとしますそういう人でも実は違うあなたは本当は本当に素晴らしいとんでもない役割を持って生まれてきたんだっていうのを伝え続け育てていくそういうような先生目の前の相手を自分だと思って時には叱り時には、えー、自分だと思って可愛がるそういった、えー、教育そういったものを実現させていきますこれはですねこのような制度を作りましただからこの制度の通りにはい皆さんやってくださいこのの制度の通りやればもう完璧な なんですというような簡単な世の中ではないんです一人一人がありのままで自分を発揮してでその一人一人の発揮する自分の方向性はみんな違うんですみんな違うからこそそれを認めや尊重し合いあああなたは本当にありのままですね素敵ですね素晴らしいですねっていうようなそういう社会を作っていくそういうマインドの教育を広げていくこれをやっていきたいと思います赤ちゃんの息及び赤ちゃんの虐待死を減らすためにどのような政策を考えていらっしゃいますでしょうか そうですねこういうのはあの今ある現状の結果として起きてしまっている起こってしまっているんですねつまりなぜ起きるのかを考えるとですね一言で言うとこういうことになるなります余裕がないんですそれは心の余裕だったりえパートナーに対する余裕だったりいろんなあのその中でもね特に大きいのが金銭的な余裕なわけですね。こののの余裕がああればみんなあの本来の自分 に戻っていってその目の前の相手を自分だと思って接するようにできるようになってくるわけですその余裕を確保するような政策こういうのを実施していく必要がありますそれが私がさっき述べた新東京経済圏構想なんですねあのもうお金が回り続ける仕組みを作るつまりもらう側から みんなが一つ例を出しましょうバブル時,時期にタクシーに泊まってもらうのに乗車するんじゃないですよ泊まってもらうのに1万円2万円をヒラヒラひらってやっても泊まってくれないんですええー、1万円自慢万円じゃ泊まらないからじゃあ10万円ヒラヒラひらってやったらようやく泊まってくれるそういう時代があったんですええー、もったいないそんな、えー、もったいないなんかお金の使い方間違ってますとかいう話じゃないんです要は価値が 循環し続けていれば、もう些細なもの一見価値がないようなものに。でもみんながお金を払い続けるんですね。なぜならばそのお金を持っていると停滞させておくと税金で取られていってしまうです。わけですから。だったらあのどん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 払おうというそのインセンティブが働いていたわけです。 つまりお金が回り続ける世の中になれば自分がもらう側ここの余裕がない足りない足りないというところからあげる側よし私は施す側なんだみんなを幸せにする側なんだ私のこの行為を行いにおいてみんな幸せになってくださいっていうのが全員がやりだすような世の中になるんですねねそそうううししたらあのの虐待ととかいいい悲こっていうのは本当にね。 自分だけがなんでこんなにってようあ,あげる側ではなくもらう側の立場になっちゃってるんですねそういう方を一人でも減らしていくために余裕のある心の余裕金銭的な余裕そのパートナーとか人間関係とか時間的な余裕そういうものが生まれてくる社会これを私が東京都知事になってて目指していきます投票率を上げるためにどうすればいいと思いますか はい、投票率が上がらないのはボイコットした方がいいんじゃないかって思ってるからですねなん,なんでそう思うのか、それは投票に行かないということが組織票に必ず投票に行く組織の人たちに実はあなたが投票しちゃってるってことになるってことをみんなが知らないからですこれ数学的に計算してみれば分かりますけどもね例えば投票率が50%だったら、えー、その5半分は投票に行かないわけですねそしたら必ず投票しに行く人たちの人数は変わらないわけですからその人たちの1票の重みが2倍になってしまっているんです。 こたで、その人たちに投票したということになってしまっているんですね。それを理解したらまずね投票しに行ってよりねあの皆さんのその選挙のこういう放送とかあの政権放送なんかを聞いてですねこの人面白いなと思ったらその人のホームページを見に行くそしたらねああ政治ってひょっとしたら面白いんじゃないか何か希望があるんじゃないか。 今いる人たちが追い抜けない世の中ではなく今いる人たちはどんどん追い抜いていってどんどんより良い社会にしていくようなそういう社会体制になりたいなしたいなって思う自分が思ってるようなことに近いことを言ってる人にね投票するその文化を根付かせることこれが重要です。イエス。立候補のハードルを下げるためにどうすればいいってお考えでしょうか はい、私はね立候補のハードルを下げる必要がないと思ってるんですね。なぜか立候補のハードルになってるのは本当に自分がこの国やこの党や自分のコミュニティを。 自分の行動でこのままじゃいけないという決心に基づいて変えていこうというそのモチベーションがあるのかないのかね自分が得するかとかそういう話じゃないんです立候補して得するっていうのよりもたとえそれが大変でも目の前の相手を自分だと思ってこの肉体の中に閉じ込められている小さ,な小さな自分だけが自分なのではない目の前にいる共同体コミュニティ仲間、えーここのと 東京都そして日本こそが私なんだって思った時にその全体をよくするんだったらこの肉体に閉じ込められた小さな,小さな自分がたとえ不利益を被ったとしてもそれ安いもんだもったいなくないんだもったいなくないんだ私の店名使命はそんなに小さくないんだということに気づいた人が立候補していく、ね、もちろん、ね、それ気づく人が多くなればな,なっていけば立候補する人が上がっていく量が多くなっていくってことなので私の使命は私は吉田松陰です。吉田松陰はたったっ年半くらいしか やってない松下村塾の中でそこで学んだ人たちがほとんどみんな幕末の志士となって明治維新いやその日本今の日本の礎を作ってきてくださったんですねそれはあなたは素晴らしいあなたこそは本当にかけがえない。 運命、天命、役割を備えて今ここに生まれてきたんだ、今この日本にいるということはとんでもない役割を背負ってるんだ、そのことに一人一人に気づいていってもらう、そのよう延々と説き続けるんです、ノウハウやテクニック、そんなものを伝えてもどうしようもないんです、この心、この志こそを伝え続ける、それこそがまさしく、それにこうした人たちがどん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 、あ、私にはやるべきことがあるんだ、それは立候補じゃなくてもいいです、会社のことでも、同僚を助けることでも、家族を支えることでも、なんでもいい。 必要なく自分だけを守る必要がなく目の前ないて自分だと思って共同共有して応援して共に発展していくそういったマインドを育てていくことこそが投票率を上げそして立候補者本当の意味での立候補者を増やしていくことになるんです私はそう信じていますイエス最後に有権者に一言お願いします。はい 現役の織田信長こと沢重美です。なぜ現役の織田信長なんですか私は銀座の白品館劇場で世界的に有名な座組ドバイ公演とかニュー,ヨーク公演をしているような座組でえぶ織田信長公の舞台の主演をさせていただきました。これは本当にあの10公演のうち5公演させていただいたんですけど全員で3000人くらいの方がです、ね、見に来ていただきましたけどほとんどの方が泣いていたんです。それはあの私の演技がいいのもあるんですけれども脚本がものすごい良かったんですね。その演劇を通して私が思ったこと は一つです。その織田信長公の生き方やり方振る舞い方目の前の相手を自分だと思って自らのこの肉体に閉じ込められている命には顧みず 本当になすべきことをその時代に求められたその時代のやるべきことをやってきたその生き方を学んだ目の当たりでした私自身が演じたそれをやるにつれて本当に私自身が織田信長であるというふうに確信を得ていたもっていた私は織田信長の生ま,な生まれ変わりなんですそう思うようになっていったんです、ね、実際に生まれ変わりなのかどうかを証明する方法はありませんからそれは私がそう信じるのか感じるのか思うのかどう考えるのかだけの問題なんですだから私はそう思って自らを現役の織田信長と名乗って 名乗ってですね、この国の、えー、未来この東京の未来そこのために私がしていくべきこと私は実はこれこそがやるべきこれをやるために生まれてきたんだそのように思ってですね、立候補いたしました。 現役の織田信長ことしげみです。私には見えています。私には夢があります、この東京から。日本から子どもたちがあふれかえり、みんなが目の前の相手を自分だと思って、応援し合って、共同し合って、高め合って、この一人一人が、その今ある能力を何十倍にもして、ですね、生き生きと自分を守って、自分を守って、他人を責める、そういう必要のない社会が必ず来る、それを実現する、そのような世界が見えているんです。令和の現役の織田信長こと、 沢茂美東京都知事立候補三次の父国家公務員二十四年えー、そして今退職して立候補中です沢茂美ひらがなで検索して私のことを調べてくださいこれからも頑張ってまいりますイエス、えっと、星んねがうさんありがとうございます本日はありがとうございましたそうですね星んねうさんもこれからも自分の人生を全うして生きていってくださいあの天命役割は 今あるもの以上に本当に大きいものがあるっていうふうに私は信じています決して自分を見くびることなく、えー、一緒に日本を東京を良くしていきましょう我々の人生はすでに始まっていますこれが我々の本当の人生です我々の本当の人生にいってらっしゃいはいそれでは本日はあり,ありがとうございましたはい失礼いたします感謝です失礼いたします